どうも皆さん、こんにちは、ほうでーす。今回はザ・クルーで新しい追加コンテンツ、クラッシュスクワットをやっていきたいと思います。パトカーに乗って逃走者を追跡していきたいと思います。前回の動画見てない方はね、ぜひそちらの動画からね、見てほしいと思います。で、今回はその続きです。後半戦です。で、なんかね、休暇を与えられて、今度はこの新しい島だね。これも11月に追加された島なのかな。この島をなんか探索してこいよ、みたいな感じになってね。今ね、このバイクを貸してもらったんで。なんかもう休暇だったというのになんか突然逃走者が出たみたいなので、もうそちらに向かわないといけないことになりました。マジか。で、すぐに山から降りてこいだって。ちょっとひどいな。休暇だって言うからね。なんか命令だからね、休んでこいみたいな感じで言われてたのに。もう仕事かよ、早いな。そのヘリに乗せてくれよ。暗くて全然見えないんだけど、BMW のバイクみたいです。おー、どこ走ってんのこれ。やばいやばいやばい。行くぜー。やっほー。おー、見えたー。すごいぞこれ、パトカーのサイレンかな。めちゃくちゃ街中で光りまくってるね。そしてまたヘリが来てる。すげえ、もう真っ暗すぎでしょ。全然わかんないよ。適当にくたじってるからね。すごすぎる。さあ、そして、森の中から、おー、パトカーがいたー。危ねえ。よっしゃー、なんとか着いたー。よし、これが僕のパトカーかな。よっしゃー、これに乗っていくー。かっこいいねー。さあ、そして、サイレンを鳴らしていきたいんだけど。素晴らしい。最高だね。おお、かっこいい。行くぜー。追跡開始。待ちなさい。で、そして最初はね、これあんまり近づきすぎたらいけないみたいだね。で、命令が出るまでぶつかったりしたらダメみたい で、上のバーがあって、そのなんか水色のゾーンに行っとかないといけないみたい、僕はね。さあ、それでも置いていかれないように追跡しないといけないからね。そして、この車めちゃくちゃかっこいいね。すげえよ。あー、めちゃくちゃスピード出し始めたな。まれー。そして、車内はこちらです。めちゃくちゃかっこいい。よっしゃ、来たぞー。ぶつけてやるぞー。ここ越えた後からぶつけてもいいみたいだ。よっしゃー。停車に追い込めだって。ポーズくんよ。待ちなさい、君。さっきまで散々逃げてたね。よっしゃぶつけまくってやるぞ。そしてちょっと運転席視点でもぶつけてみたいんだけど。あー、ちょっと待て、グリッチ。まあ、積んだ。それは僕の獲物だぞ。待て待て待て、残しといてね、ちゃんと。おーし、待ってくれ。いっぱいパトカーが来ちゃったけど。おー、僕の獲物を取らないでくれ。待て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 、どこ行ってんの君たち。おー、どんどん来ちゃった。待って待って待って。少しだけしかダメージ与えられてない。大集合してるんだけど。みんな揃って森の中に行っちゃったよ。そして、出るぞ。よっしゃー、来たー。バリゲートを突破したぞ。さあ、そして、僕の出番がないんですけど。いつぶつかればいいんだ、これ。ちょっと、みんな道を開けてくれ。一人で全部やりたいんだけど。さあ、今です。ドーン。これは少しぶつけたぞ。軽い衝撃にしかならなかったか。さあ、そして、まあ、停車に追い込めばね、逮捕することができるんだけど、今回はもう完全破壊を目指してるからね、相手の車。なので、ポーズくんの車を、こっぱみじんに、叩いてみたいと思う。さあ、そして、あと 5.9 キロ経ってしまうと逃げられちゃうってことだね、これ。絶対逃さないように。おっしゃー、すげえぞ、今の。結構決まったんじゃないですか。あー、そして、めちゃくちゃ暴れまくってるよ。さあ、どいてどいてどいて。逃がしてたまるかって話だよ。よーし、行くぜー。加速からのドガン。よっしゃー、来たー。半分ぐらい減らしたぞ。さらに、まだだよー。さあ、お尻がガラ空きだよ、ゲミー。行くぜー。さあ、ドーン。よっしゃー。さらにぶつかってやるぜー。僕のパトカーボロボロすぎ。どいてどいてどいて。マードックを追い出しちゃった。
さあ、そしてこれは余裕でね、潰せるね。おお、曲がるんか君。待ってくれ、そんな曲がるとは思ってなかった。めちゃくちゃ暴れまくってる。さあ、ということで半分ぐらい到達しちゃったね。急いでテイクダウンに持ち込まないとまずいぞ。なかなか速いね、スピードすごい出るね、そっちの車。ポーズ、待てー、止まるんだ。超逃走してるけど、よし、追いつけそう。行くぞー、ニートロだ、行くぜ。ドーン、よっしゃ、これは来たー、行くぜ、待てー、よし、来たー。ポーズをテイクダウンしたぞ。完全に逮捕できたね、これは。おお、危なかったね、ちょっと。よっしゃー。街の皆さん、お騒がせしました。めちゃくちゃやってしまいました、車壊れすぎた。そしてまたまた改造車が登場したみたいです。しかも今回はなんかポルシェ911に乗れるみたい。すげえ。これは初めてのパトカーだね、前回は乗れなかったんでね。おー、すげえ、かっこよすぎる。よっしゃ、来たー。そして車内はどうなっているのかな。おお、かっちょいい。わ、なんだこの竹林みたいなとこ。おお、待て待て待て、逃すわけにはいかないぞ。すげえ暗いからね。街灯が全然ついてないという。あー、そして近づきすぎてるね、ちょっと。めちゃくちゃ逃走するね。おお、すげえ。さっきの車よりこっちの車の方が断然速いと思うぞ。このパトカーすごいわ。さすがポルシェ、最高だね。やばー、置いていかれそう。待って待って待って待て、よーっしゃ、行くぜー。もう早くぶつかりたいんだけど。おー、めちゃくちゃバリゲート破壊してる。おー、最高。よしね、そして前方の方に2人の仲間がね、待ち構えてるみたいだね。よし、そこまで追い込んでいくって感じか。もう少しだぞ、そのままだ、行くんだ。いいぞいいぞ、罠にかかったぞ。さあ、2人がいるということはこの人は知らないはずだ。ブレイズ、もう終わりだな。よし、行くぞ、ここから追跡開始。どうも、行くぜ。うわー、ちょっと待って。早すぎたわ、どこ行った。全然当たれなかった。行くぜ、ドーン。よっしゃー、中程度のダメージ与えれたか。待てー、止まるんだ。おーおー、どこ走ってるんだこれ、超危ないんだ。いけい。おーし、あー、危ねー。ここ訓練施設じゃない、前回の前半パートでやったとこだね。よっしゃー、空港の近くなんじゃない。やばいやばいやばい、待てー。おー、こんなとこ行けんのか。わー、まずい。ちょっとー、みんなー、置いてかないでくれー。だいぶ遅れちゃったよ、僕は。わー、なんだこれ、こんなとこ走ってていいのか。おーし、行くぜー。とりあえず適当に走ってみよう。お、見つけた見つけた。おー、めちゃくちゃ自由に動き回ってるね。ちょっと待ってー。半分ぐらい逃げられてる。まずいぞ、これ。しかもまずいぞ、空港の滑走路に入ってる。まずい、なんとしても止めないといけない。やべやべやべ、なんてことだ。めちゃくちゃ暴れまくってる。これは重罪だね。待ちなさい。よっしゃー、はい、行くよー。飛行機の後ろだー、滑走路とか。めちゃくちゃ危ないでしょ君、そんなとこ走ったら。おおおし、行くよー。よし、ちょっとダメージ与えれたか。これはまずいって、ちょっと待って、逃げられちゃうよ。待てー、よっしゃー、大規模来たー。さあ、待てー、よかった、危ねー、あと少しで逃げられるとこだった。ふう、助かった。すごい迫力だったね。危なー。さあ、そしてこれちょっと待って、ヘリコプターだと。すげえ、ヘリコプターに乗って追跡することになったんだ。そしてどうなってる。おお、かっこいい、これがヘリの操縦席か。めちゃくちゃいいねこれは。よっしゃー、行くぜー。この間にちょうど入らないといけないのかな。おお、これもニトロ使えるとかすげえな。
ヘリでニトロとか初めてだぞ。さあ、そしてこれは運転しやすー、めちゃくちゃ運転しやすいヘリです。操縦難しいかと思ったらめちゃくちゃ簡単そう、ヘリの操縦。そして下で追いかけてるのが見えるね。よし、じゃあ逃さないようにしっかりと追いかけていかないとね。よっしゃー、待てー、やっぱヘリは速いね、快適だね。そして、あー、ぶつかりそう、これ怖いな。普通に工事してるよ、こんな真夜中に。さあ、そして今どこ行った？車見えなくなっちゃったけど、とりあえず先回りしとこう。あー、いた、パトカー走ってるの見えたね。この下に走ってるのか。よし、そしてもっと先回りしよう、行くぜー。あー、またパトカーいた。あー、そこにいたのか。結構スピード出してるね、ほんと。なかなかヘリでも追いつくのが難しいぞ。ヘリでも190キロぐらいしか出てないの。もっとスピード出してー。ここで終わりか。よし、追跡完了。おー、かっこいいね、空から見るのは。すげー低空飛行してるよね。いやいや、絶対無理でしょ、それ。おー、パトカーに変身した。これはかっこいい、パトカー。すげえ、絶対速いでしょこれ。行くぜー。そしてどうなっている？お、かっちょいい。なんだこの運転席、すごすぎるな。なんだろうこの車。おー、雷管かな、もしかして。おー、やべえ、なんというハイパーカーだ。ちょ、サイレン鳴らしとこうと。相変わらず夜で暗くて見づらいんだけどね。毎回夜だからね、曲がれないし。行くぜー。おー、かっちょいいねー、ほんと。すげーよ。俺のパトカーしようか。最高だね。ちょ、待って待って待って。逃しちゃいそうだな、これ。まずいぞ。急げー。早く行かないとまずい。どこに行くんだ。いけいけいけ、早く。追いかけないと。よし、よかった。なんとか戻ってきた。おー。こっちはハイパーカーだぞ。絶対逃すわけにはいかない。逃げ切れないでしょ、こんな車から。おー、早いねー。何の車、うおー、めっちゃ。石垣破壊しまくっちゃった。ライオンって名前なのか。かっこいいね、ライオンくん。よっしゃー、追いついたぞー。さあ、ここからが本当の戦いだって言ってるね。さあ、どうなるかな。おー、やべ、やべ。さあ、そしてー。2台が先に行くんだね。今回結構集まってるぞ。パトカー5台ぐらい出動するのかな。これは楽しみ。大集合するね。こんなみんな深夜ね、寝静まってるとこ。よっしゃー、来たー。これ結構いるね。4台ぐらい破壊しないといけないの。マジか。行くぜ、まだ君から。おー、やってもうた。よっしゃー。それじゃあ、まずは、君からですねー。待ちなさい。さっきはよくもめちゃくちゃ逃げてましたね。よっしゃーっとん、オッケー。さあ、待つんだぞ、止まるんだぞ。すげえ破壊しまくってる。いくよー、ここで激突激突。よっしゃ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 、これは捕まえれるでしょう。まだ逃げんの？嘘でしょ？めちゃくちゃ逃げるね。行くぜー。さあ、追跡からの、うー、無理かー。おー、どこ行った？こっち側に行ったか。さあ、逃さんよー。もう少しでライオン倒せそうだからね。よし、名前だけは強かったけどね。そんなに強くないじゃないか、君。よっしゃー。ライオンよ。テイクダウンだ、イエイ。よっしゃ、ライオンは倒したね。じゃあ次の人はどこかな。こっち側にいるのか。よし、追跡だ。待っといてね。さあ、どこだ。あ、ちょっとサイレン鳴らしとかないといけないね。もう少しで近づいてきたぞ。仲間が追跡してるね。おー、ちょっと待てー、変なとこに降りちゃった。さあ、そしてバックからの加速。さあ、今どこにいる、どこだ、出てきてくれ。
とりあえず仲間のパトカーについていきますか。よし、これだ。よーし、いたぞー。見つけたー。右に行ったね。あー、ブレーキが効かない。すんげースピード出るんだけどね。まあ、これ時間制限はなさそうだね。なので大丈夫そうだ。よっしゃー。それじゃあ徹底的に追跡して暴れていきますか。こういうのをやってみたかったんだよ。これは面白いね。なかなか追いつけないんだけど。いくぜー。よしよし、危ねー。さあ、この車ですね。タンクか。名前かっこいいね。ドーン、よっしゃ、タンクどうだ、聞いたか今の。ドーン、よっしゃ、これは大凶なクラッシュ。おらー、いっけい。さあ、普通に逮捕するのは面白くないからね。完全に破壊してやります。よし、いくぜい。さあ、どうなる。もう逃げきれないんじゃないかな。いくぜい。ドーン、よっしゃ、テイクダウン。さあ、次の敵を探しに行こう。さあ、どこにいるかな。この先か。よっしゃ、行くぜい。 400m、 ここ曲がってみようかな。サイレン鳴らそう。さあ、これはこの先にいた。なんだこの車。待てい。おお。さあ、どこ行った。ジェイドか。おお、グリッチだ。これじゃない、左に曲がって行くぜい。グリッチ一緒に見つけに行こう。どこにいる。いたいたいた、その先か。もう破壊しまくってるね。パートカーすごい壊しまくってる。よっしゃー、見つけたー。ジェイドー、追いついたぞ。300キロぐらい普通に出ると思うんだけどね。おっしゃー、ちょっとはぶつけた。ドーン、さらにドーン。おーし、ドーン。おいおい、何してるんだーい。よし、そしてバックしよう。さあ、バックからの、さあ、どうやって逃げようとするのかな。よっしゃー。大回転。さあ、そしてさらに、さあ、出てきなさい。よっしゃー、来たぞー。ドーン、もう少しだね。さあ、バックしてからのドーン。さあ、そしてこれ、こっから行けるのか。おお、行けちゃうんだ。おお、こんなとこ入っちゃった。すごいね。なんだこれ。うおー、どこだここ。めちゃくちゃショートカットしたぞ。そしてここ曲がるんかな。見つけたぞ、この辺りだ。行くぜー、追いつけるはず。すげーパワーだね。さあ、どこに行った。右、いたー、見えたぞー。ようやく目視できたー。よし、そしてこの街の被害総額とんでもないことになってそうだけど。まあこれ昼間にやってたら大変だったね、ほんと。普通の車もいっぱい走ってただろうし。そしてもう少しで追いつくぞ。まあ、ドック頑張ってくれ。少し足止めしといてくれ。いけ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 。ちょっとニトロがもう出ないんだ。さあ、曲がってからの、どこにいる。よっしゃー、見えたー。まずい、曲がれない。行くぜー。さあ、左に行ったね。いけい、見つけたー。結構時間かかってますこれ、倒すのに。行くぜー。ドーン、おっしゃー、行くよー。ドーン。さあ、どうなる。行けー、ぶつかれ。よし、いいぞいいぞいいぞ今の。おー、ぶつかった。ドガーン、これはテイクダウンできた一発で。イエーイ、よくやった。リーダー4人を全員倒した、だって。やったぜ、これで街は平和になった。これは大変だった。そしてついにパートカーをゲットすることができました。これです、来ました。まあ、リーダー全員倒したって言ったんだけど、まだね
あるみたいです。他にも逮捕しなければいけない敵が。それはこの車に乗って逮捕していくのかな。お、かっこいい。すげえ。パソコンもちゃんとついてるね。ほほほ。これは絶対早いでしょ。おお。すげえわ。かっちょよすぎる。おお。素晴らしい。すげえぞ。こんだけの車も追跡しないといけないの、もしかして。なんてことだ。で、ちゃんとお金とかもらえるんだね、逮捕したら。それじゃあちょっと一人だけ逮捕してみようか。で、そしてパトカーはサイレンをつけてみよう。おお、かっこいいね。すごいよ。最高だよ。そして、おお、車内素晴らしい。それでは行きまーす。おお、はやー。めちゃくちゃいいぞこの車。行くよー。おお、なんじゃこりゃー。てかディスプレイめちゃくちゃ見やすいね。おお、はえー、これは逃げ切れる車いないって。そして前から見よう。おお、かっちょいいね、すごく。そしてこの辺りみたいだぞ。さあ、どこにいるんだ。待ちなさい、ちょっとサイレン消しとこうかな。ちょ、バレないようにやってみたい。で、この辺りのどこかにいるみたいだね。ダッチチャレンジャー SRT ってやつか。さあ、どこに、あー、いたいた、見つけた、これか。さあ、待てい、止まるんだ。発見した。よーし、待て、追跡だ。さあ、ちょっと赤信号を無視してましたよ、君。待ちなさい。よし、じゃあ追跡に行こう。あら、私に勝てるとでも思ったの、かわいらじ。よっしゃー、こっちには仲間がいるんだぞ、こんだけも。逃げ切れると思うのか。よし、行くぜ。あー、これ普通の車も登場するんだ。これは危険だ。おお、おら、行くぜ。さあ、これ普通に逮捕できちゃいそうだね。ダメです、普通に逮捕するのはダメ。完全にテイクダウンさせないといけない。行くよー、ドガーン。よっしゃー、これは効いたー。でも結構体力があるんだね、この車。さあ、バックしようと。よし、どうする。まだ逃げるよねー。よっしゃー。そしてついにね、昼間になったよね。ずっと夜だったからね、暗いよーって感じだったんだけど、ようやくはっきり見えるぞ。よーしー、おー、中ダメージ与えたね。ドガーン。よっしゃー。やっぱ側面に当てるのは一番いいんだね。うまいことね。さあ、そして、おー、ちょっとどいて。よーし、なんか、車内に部品が入り込んじゃってるんですけど。気になるな、これ。よっしゃー、一般車両巻き込んでんぞ、今の。おー、めちゃくちゃ巻き込んでる。おー、どいて。さあ、そして左に曲がる。これ逃げ切れないよね、大丈夫だよね。じっくりとね、時間を使っていけるんで。よっしゃー、これは来たー、来たー。よーし、やったぞ。めちゃくちゃスピンさせてしまった。さあ、そしてどこだ、逃げたのか。まで、いー、めちゃくちゃ諦めが悪いよ。さあ、どこに逃げようとしているのかな。家の中に突っ込んでいってんぞ、これ。あー、これは捕まえられちゃうって、普通に。これは完全に破壊しようよ、みんなで。よし、いい、クレイトン。よっしゃー、あと少しだぞ、頑張ろう。さあ、どこだ、後ろにいたのか。あー、逃した。惜しい。よし、もう一回だ。オッケー。さあ、ニトロが溜まったよねー。いくぜ、ドン。よーし、いいぞー。もう少しだぞー。さあ、ここでニトロを溜めながらの、いくぜ、よっしゃー。からの、おー、テイクダウンできなかった。よし、あと少し。あと少し。逃げられませんよ。テイクダウン完了。よっしゃー。
一般人の車両を3台くらい破壊してると思うけどね。そして今日の11月12日で4歳になるトワくん、お誕生日おめでとう。トワくんはトレバーさんとフランクリンさんが大好きみたいだね。トワくん、トレバーさんの動画も作っていくね。いつも見てくれてありがとう。これからも見てね。そして昨日の11月11日に4歳になったみなとくん、お誕生日おめでとう。みなとくん1日遅れちゃったけど、これからも見てね。そして11月9日に5歳のお誕生日を迎えたゆうせいくん、いつも見てくれてありがとう。ゆうせいくん、お誕生日おめでとう。ゆうせいくんのお誕生日のお祝い遅れちゃってごめんね。ゆうせいくん、これからも見てね。そして10月29日に4歳になったひかるくん、お誕生日おめでとう。ひかるくんは1歳の時からね、僕の動画見てくれてるみたい。ひかるくん、3年間も見てくれてありがとう。めちゃくちゃ嬉しいよ。ひかるくんはパトカーが大好きみたいで、将来は警察官になりたいって言ってるみたいだね。今回の動画でパトカー大集合できてよかったよ。ひかるくん、これからもたくさん見てね。ありがとう。それではチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。さよなら、バイバーイ。